切れんじゃねこれ。おお、熱いんじゃないですかこれは。結構固まってんな。はいはい、ナビゲーションでなんかあのなんか2個はやるあるところの間に死体が挟まってました。あ、サントスです。多分6秒前ぐらいはアドミン見て、ね、シーズが4の時あって、シーズ4ナビゲーション1ストレージ1で左には1人もいなかったです。ストレージ1、私、僕左いたよ。僕アドミン情報で、あ、アドミン情報じゃない、アドミン周辺に行ったの見てくれてると思ってて、3人くらいいて、で、コミなってたから、コミを無視して、左側、ベントキルとか起きてないか見回りたんですよ。あ、じゃあ、たまたま通路にいただけだと思います、その場所で。だから、左は誰も会ってないから、多分4人固まってるのが、僕と寺さんと。俺、左側から回ってきたけど、コミュニケーションに。左上からですね。カフェコミュニケーション終わった後で、コミュニケーション終わったと。まあ、前後途中から行ったから、うん、なるほど。どうぞどうぞ、シールド4の情報ください。あ、多分寺蔵さん、ノッチンさん、僕と誰だっけ、クロムさん、黒川君か。そうだね。え、あ、そうか。じゃあ黒川君が見つけたのか。そうです。あ、そうです。4人で寺蔵とクロム一緒にナビゲーションに入ってんで、クロムさんのセルフは絶対ないです。俺も後ろから見てて、その4人はその直近で切る、うん、多分そうだね。僕とノッチーさんがじゃあ後方にいたのか、多分。え、でも上ポイント見てます。俺、どっちから来たのその4人は。 俺はストレージ側から来たけど、僕はアドミンストレージと通ってコミュニケーション行った。多分高田さんとかが見てるはず。コミュ直しに行って、はい、最初に直してたのクロムさんが直してるのを見て、その後シールドついてってですね。レイヤー上ポイントにいますけど、上からは抜けてないです。そもそもナイトメアさんの目撃情報なし、一切今回わかんない。でもナビゲーション見つけたってことは、6秒前に死んでたってことになるのかな。多分最初でもありるんじゃないかなと思ったけど、目撃情報全然出んから。あれ誰も来てない。上にはみんなで押しましょう。あー、みんなで押す。ずっと見とけよかった。これが押すぜ。押してくれ、寺尾さんが押してくれ。一番ありがてえ。鳴らして1キルできたらいいな。ナオさん早い。はい、一応一人でいたので、結構怪しい位置にさらにいると思うので、押しました。メイヤーは右上、カフェテリア右上でタスクをやった後に、うん、ウェポンでタスクをやってる最中にレポートが鳴ったって感じで、その間にはナビゲーションから上には来てないと思います。大津にいたら分かんない。あ、僕もそのメイヤーさんを見てますね。見て？どこで？え、あのウェポンズでタスクしてるメイヤーさんを見てます。いつですか？いつ？このレポートなる前ですね。
え、どこにいました？ブラフさんは最終位置。え、僕は最終位置は、カフェテルとウェーポンの間ですね、ぐらいにいました。扉閉まってましたよね。ドアです。え、ルートは、初手ウェーポン でその後に、カフェテリアの、タスクを右上のタスクやって、で左上のタスクやってって感じで、で、ウェーポンの方行ったって感じです。え、マジか。俺、順調かしらね。すれ違ってない。サントスさんがウェポンから出てアドミンの方に走っていくのは見たんですよ。はい、アドミン行きました。はい。その時僕右、あのカフェテリアの右上にいたのも分かりました。いた気もするね。ちょっと誰かはいた気がして、でも話が合ってるから合ってる気がします。うん、で、僕その後ウェポンで、まあ、パン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 やってたんですけど。なんか、オラフさんのなんか順序が若干気になった。あ、分かる分かる。僕もちょっとおかしいなって思ったな。しかもコミュニケーションになってるの、コミュニケーションで一回障害になってるのにその順に行くんだっていうのがちょっと気になった。あー、マジっすか。いやー、え、でもだとしてもメイヤさんか、浮き位置ないんだっけ。まあ分かんないけど、え、多分オラフさん、サントスさん、メイヤさんぐらいじゃない、反抗可能なの。サントスさんはできない。俺それはできない。アドミンで先出しして情報あってか、うん、シールズ4っていう情報出してあってるから、うん、サントスさんはまずあの下にアドミンの方に行ってるんで、結構早めに。だから、かなり濃厚なのは僕かオラフくんのどっちかで。で、ね、ウェポン1はでもあったよ。ウェポン1、ナビゲーション1、シールズ4、ストレージ1だったけど、で、左が全くなし。一緒に行動したら、メイヤさんとオラフくんで、どうなの？ OK です。死にたくない？あ、じゃあ一緒に行動します。いや、ひだ、カフェ左上ね、ちょっと濁してくれてたけど。カフェ左上はないんだよな、タスク。ごめんなさい、リアクターが鳴ってるのでナビゲーションのタスクを強行してたのでちょっと怖くなってカフェテリアをしました。うん、はい、それだけです。何か議論あることがあればどうぞ。ペアねえか。まあでも1日目もあれ、ごめんなさい、シリーズ4の人たちはみんな下から来合ったって結論になったと思うんですけども、それはお互いにそう、はい、あ、単語で来てましたね。うん、上から合流してきた人はいない。ごめん、誰がどっちから来たのかは確認できてなかった、申し訳ない。でもさすがに俺はエレクトリカル方面から初手いきなり左に行ってぐるーって回るという謎の行動をしてコミュニケーションに向かってます。でもなんとなくだけど一人ぐらい逆がいたら食い違うと思って今の感じだから、多分みんな下から言ったのが当たってる気がするから、シリーズ4組は、まあ、あの観光したインポスターはいなさそうな気はしますね、今の話を聞くと、うん、なんか潜んでる人はいるかもしれないけど、だってクロムさんが一番最初にナビゲーションに入ってるんでね、そうですね、だったらないんじゃないですか、その4人。だ多分分かんないですよ、コミュニケーションからもしかしたら小さが右から来てる可能性はありますけど、まあ分かんないですよ、見てないんで。あとはあれじゃない、サントスさんがアドミン見たタイミングでそのシールズ4でウェポンがそのなんか点滅っていうか、その今から来た感じなのか、ずっと行ったのかって感じも。いや、いた気がって、私そんな長く見てないんだよね。で、少なくともウェポンは1だって、それがメイヤさんと一応話は合ってるんだよね。うん、ずっとウェポンにいたはず。で、点滅はしてない。私が見た時間の中でアドミンは、あのウェポンは点滅しないんで、メイヤさんの話とは一致はしてます。あれ、カフェテリアにいたんですか、それとも1って、そもそも。カフェはね、いたか言ってないかね、覚えてないんだよな、でもいた気がしなくなくもない。じゃあ、それ僕ですかね。いたんだったらオラフさん白っぽいし、うん。え、なんでオラフさんナビゲーションに関でベントでそこにカフェテリアいてはできるでしょ。それやったら見られてるんじゃない。いや、もっと、いや、時系列的に早めにナビゲーション噛んでたらさ、別にそんなギリギリじゃなかったら、メイヤさんに、メイヤさんに見られてるって話。うん、絶対見えると思うんだよね。ああ、そうか、メイヤさんが見えるのか。ウェポンから来てたらね。とりあえずペア速攻でいいの？あ、賛成です。はい、じゃあメイヤさんと一緒に動きます。はい。しっかりとな。
この人数だとアドミン見る人多いからな。スカウトリアクター先にしてくるはいやな。はいはい、あ、オラフです。サントスさんの死体が、はい、リアクターのとこ、あ、リアクターじゃないわ、セキュリティのところにありました。セキュリティか、はい、ちょうど、メイヤさんと一緒にリアクター出た後に、セキュリティの方入ったらあったって感じですね。な、え、セキュリティ、なんか、あ、セキュリティの、そうですね、な、中っていうか、ちょうどで、ちょっと出たところあたりですね。なんか、アドミン見てたんですけど、アッパー1、アッパー2のリアクター1から、アッパーからリアクター2になった瞬間があって、で、アッパーで殺されたと思って、一旦その、ベントイドっぽかったから、瞬時にピンって変わったから、行ったんですけど、アッパーなんもなかったから、戻ったんですよね。死体がなかったから。そこの3人って誰だったんですかね。リアクター慎太郎、俺、うん、どう、あと誰かか、はい、とか、メイヤか、どっちかだと思う。ね、リアクターが2になっ、1になった瞬間で多分ないと思ってて、いや、絶対ある、絶対ある、僕見に行ってるから。リアクター1、うん、え、白を出していきたくて、ノッティンさんと俺はエレクトリカルに閉じ込められた後コミュニケーション直すところまで行ってんだけど、ストレージの下あたりでサントスさん見なかったっけ、ノッティンさん。いや、見てないような、ちょっと覚えてないですね。あとその前にアドミン見てたと思うんですけど、うん、寺蔵さん、うんうん、その時にリアクター4になってたんですけど。ああ、そうだね、 そっかそ、めちゃめちゃいたね、そっち。ちなみに直前までカメラがついてたかどうかってわかる気がするんですか。それはついてなかったと思いますね。ついてない。覚えてない。はい。ついてた覚えない。じゃあ結構前でやられてる可能性。慎太郎ってさ、レポート光った？光ってない、僕。光ってないよね。うん、絶対オラフミーヤの。え、僕じゃない？え、僕だったら。オラフミーヤのもう2択でしか実施点なくね。でもそれもオラフ君とそのペアが怪しいんだよね、やっぱ。そうなっちゃうね。こっちの。あ、そうなのね。ペア。ペアにいろってこと？お見ならすか。あれ、発見した時は離れてたんですか、
メイヤーさんと。メイヤーとオラフ君はリアクターずっと一緒にいたんだけど、はい、なんかなったじゃないですか。オーツーがなったんだっけ。コミュニケーションがなったんだっけ。コミュニケーションです。はい。なんかで、行こうかと思ったら、オラフ君が、上に1回行ったんで、だからそのタイミングで僕殺してるのかと思って、だったらセキュリティのカメラ見てたかなと思って、直前までカメラがついてたかどうかを確認したかった。いや、一緒に行ったかどうかが、あ、一緒には僕は行ってないです。セキュリティでは光ってないんで、リアクターの前では光ってないんで。多分ね、高田さんと一緒にセキュリティのオラフ君と誰がペアだっけ。メイヤーですよ。メイヤーさん、その発見した時にそのオラフ君が可能だったかどうかを知りたくて。いや、わかんない。急にいきなりいなくなって、レポートが可能じゃん。いや、でも、時間的には全然無理じゃないですか。本当に、1秒、2秒離れたぐらいで、僕もすぐレポートしたんで。だから、視界外にいたらもう、それはもう。いや、でも、それで自分で気にして、ペア近くいないのにレポートは、あまりにも。僕だったら、レポートする必要なくないですか。あまりにも確かにですから。するっすったらいいですか。あと、カメラの情報、カメラが光ってたどうかって他確認してないですか。光ってなかったと思うけどな。あとギリギリありえるとしたら慎太郎も自治体一応ありえるけど。え、マジ。いや一応ね、ただいやほぼ一緒だから、うん、まあないかなと。いや僕らがいるタイミングでわざわざやんないかなって思うけど。え、確定資料出したいんだけど、ノッティン・テラゾー以外に確定資料は出ないの。ね、僕と高田さんもほぼずっと一緒にいたから、僕目線高田さん多分無理。あ、それ場所どこにいたんですか。最後のリアクターから、リアクターから言ってる。セキュリティはどこで死んでたんですか。もうセキュリティの入ったところに見えたって感じですね。え、だとしたら光ってないと思うんですか。でもそれって何のどういう結論になるんだ。わあ、変な票の割れ方したな。あ、投票してよかったかな今。いや、僕じゃないっす。いいかって気すけど。道連れしてくれ、道連れしてくれ。外込みのラスト、道連れしてくれ。テラスを生かしたくね。お前行くんだね。お前直すの早すぎるんだ。やめろ。うわ、助かってんのか。
そうそう。シールドにしたいで、おそらくはどのくらい前だろうな、ちょっと経ってると思う、時間が。あと多分だけど、アドミン見てる感じ、シールドからナビ飛んで、ナビからウェポンに飛んだ人物多分いるんじゃないか。シールドからナビ、ナビからウェポンに飛んだ、おお、人いると思う。マジっすか。俺ちょ最初に言うと O2 で最終今はタスクしてました。でそれ高田さんとカフェですれ違ってるのと、あと先端さんもカフェで見てます。最後ね、落ちています。僕大体、あ、了解です。いや時間がねちょっと経っちゃってると思うんだよな。えっとねナビゲーションあたりからウェブに飛んだっぽいアドミンが見えたから、そっち側探しに行っちゃって、最初で誰ともすれ違わなくて、はい、あれってなって、でそれからシールド側に降りて死体発見だから、はあはあはあ、時間がね多分ね20秒ぐらいは多分経ってるとは思います。あ、多分コミュニケーションのサポタージュの後な気もしますね。あの時に慎太郎さん言ったような気がします。高田さんがいてなぜか直さずに離れて、まあ、それはいいんですけどで自分直して、で4人いたと思うんですけど、そこで右に慎太郎さん行ったと思います。で他は左行ってたような。タスク終わってない人物って誰です？これ終わってないです。もうちょっと、あと1個。これ結構あります。あと1個。誰、いっぱいある。いくつ結構あって。ノッチン TV です。黄色です。さんね、はい。今回2人ペアは左側にいたよね、コミュニケーションなんかなってたりした時。うん、はい、ちょっと左が左側で孤立してずっと作業してて、コミュニケーションなってる間とかもセキュリティ周り、まあセキュリティはカメラ見たいなと思いながら。ごめん、ペアチェンジさせてもらっていい？ノッチン TV とオラフ君ペア組んでもらっていい？わかりました。ノッチンさんがタスクいっぱいあります。そう、オラフ君がインポスターだと思ってるからキル取ってくれたら別にそれはそれでって感じなんで。わかりました。なるほど。あ、インポスターがわかりました。わかりました。うわ最悪、今追放できたな。いや最悪、マジか。一票になると思わなかった、この人数で。いやマジか。でも最速切るしかねえな。いけるんじゃないこれ。あ、マジか。怖え。ナイス、危な。危な。俺が最後だった。なんかあったんすか今。いや、2キルしてたからあと1キルで勝てた。え、マジっすか。いや、申し訳ない。あー、いえ。やってもたー。マジかー。いやー、危ねー。惜しい。うわぁ、僕がと1キルしてたら、いやーごめんなさい。危ねぇ。いやぁ、マジで1秒やった。うわぁ、マジかぁ。いやぁ、惜しいね。勝ったと思った。
そう、新田さん残ってるっつってるのに、なんか僕ね、タスクめっちゃあって、殺された時には7個くらいあってやってなかったんだよな。センターさんごめんね。惜しかったな。おめえ、ネットベインの下見に行ったら先端がボンバーしてて殺されました。うん。マジか。メイヤさん下行けば見つけられたんですよね。アッパーカフェテリア閉まった時に真下に死体があって、センターさんがキルクール開けたいセンターさんが待ち伏せしてたんですけども。あ、そうなんだ。あ、何人だったっけ。8人いたんだっけ。いや、もうあと1人。あ、ちょっとか。いや、7だから、うん、ダブルキルだからあと1人だ。あぶねー。あー、そっかそっかそっか。いやー、あれセンターはキルクール開けて結構立ってる状態で待ってたの。そうっすね、レポされるのが悪いなと思って待ってたかな。なるほど。いやー、もっと早く行けてればキルクール開ける前に見つけられたかもしれない。あ、でもリアクター中に殺しましたよ。あー、リアクター中に。多分どっちみち溜まってたか。かなり溜まってたね。そう、結構いいとこ行って、で、たまたまリアクター帰りのメイヤーさんだけキルクール開けたい時に見つけられそうだから、おーっと、でも確かに入ったら殺される可能性もあるから怖いよなと思いながら。どこでしょ、あれだと思った。7人だと思ってたから。あ、じゃあ仕方ない。両方多分ダブルキルって多分ペア組まれてたら多分むずいから、あれですね、あの1を2回目視できてたらいけるみたいな感じでした。難しい、絶対できないけど。あー、いやー、振り切ってキルしとけばよかったな。いやー、多分どっちにしても無理だったか。7だと思ってたから勝ったと思ったけど、8なら無理だな。あ、8だったんでしたっけ。あ、8ですよ。7ですよ。いや、7だよ。僕と担当さんと慎太郎さんだから7。そうですね、僕が最後キルできてたら。あー、まあ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 、仕方ない。あ、そっか、これオラフさん視点はセンターさんが逃げるしてるって分かんないのか。そうなんですよね。まあ、あるけど難しいですね。いや、どうしようかなと思って、いや、これキルしてもいいかなって。あ、もうオラフさん視点は分かんないからしょうがないですよね。ただの結果論で。ミスとか取れたらね、ボンバーないって場合じゃなかった。それで見つかったらね、だって。そうそう、ね、そう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 。全然ミスじゃないと思います。これ皆さん、どのぐらいの段階でタスク終わってました？なんか2個前くらい。2個前くらい。終わったからアドビン見て。メッドベインに行って殺されたので、多分サントスさんが来る前に終わってました。ナイトメアさんはなんでもなく早く終わってました。多分ノッティンさんと慎太郎さんが残り2人のタスクだったと思います。それ以外は結構多分最後俺だね。俺給油終わった瞬間にビクトリー出てたから。あ、そうっすね。俺もリアクター無視して右直して最後アッパーエンジンで終わりだったんで危なかったっすこれ。惜しかったね。高田さんのキルが見事にあの駆け引きがうまく決まって、メッドベイからわざと右行って確認させて、中確認させてそこで殺したんですよね。先端オラフだと思ってたから絶対メッドベイの中で死んでんだろうなと思って行ったら誰もいなくて先端入ってて死んだわ。やられた、うまいな。いや、先端途中でなんか動きやっぱりなんか俺を殺そうとした動きがちょっとあったから怖っと思ってたんだけど。ああ、正解ですよね。あれ、ロアでしょ。あれ殺そうと思ってた。そうそうそう。やべと思って、まっすぐ逃げたからね、その。いや、あれは、くそって思いながら。ちょっとなんか、高田さんの、最後の、まあ、オラ君がやってもいいけどな、みたいな、あの一言が怖すぎて。ああ、いや、あれは強かったですね。あの圧が。あの圧が。いや、オラフさん僕と一緒に動いてるとき給油のタスク給油組んでたのに、結局給油終わらないままタスク終わったって言ってたから言わなかったんですけど、めっちゃ怪しいなと思って。もう言っちゃっていいよそれ。それは言っていいと思いますよ。それは言っていいと思います。いや、もう言っちゃってください。あとあれですよね、結構ぼかしてくれたけど、左上のタスク、カフェテリアの左上のタスクはないんで、配線、あの他の配線をやらないと左上の配線って発生しないので、あ、多分結構気づいてた人が、僕のストレージのゴミ捨て場と一緒ですね。サントさんとか多分気づいてたのかな。なんかタスクの順の話で変だったけど、まあいいやと。ちょっとね、なんか動かしてくれたかなと思うんです。ありがとうございます。あれって何でしたっけ、アドミンの配線やったら発生するんでしたっけ。確か左上、あ、カフェのストレージアドミンカフェっていう順序なんです。
アドミンカフェ。あ、そうかそうかそう。そうで、最後とかだから初めの配線じゃないから、タスクやった順的に先の配線をやる場所には行けてないから、出なくねとか思いましたけど。あの順番ってなんか結構かなりランダムみたいで、テストモードで何回も検証したけど、かなりパターンあるっぽいけど、やっぱりカフェテリアの左上は1回目には出ない。ああ、ですよ、ね。そうなんだ。多分、あれもあるはず。アドミン初手からのカフェテリア左上もあるはず。ああ、それはありそうだ、ね。そうそう、最初にはならないって感じです。最初にはなら1回だけカフェテリアの右上と O2 のゴミ捨てが両方発生して、ストレージ2回捨てたことあるんですよ。同じことなったことあるし。あ、ストレージ2回捨てある。あ、ある、ある、ある。それはある、それはある。ストレージ2回はある。あるある。カフェと O2 捨てたらその 2個分溜まってるから、うん、あ、そうなんだ。あるある、なんかバグかなと思って、もう一回ちょっとテストしてみようかな。じゃあ2回捨てる、なんか捨てれてないのってあれ2回捨てる。あれそうか、カフェテリアと O2 からゴミを集めてきてストレージで捨ててるってことなのか。そうです、あ、そうですよ、そうですよ。なるほど。あのエフェクトオンにすると宇宙の外にゴミが出てるのが出るんで、そうそうそう、一応なんか仕事がつながってるんですよね。で、確かなんかダウンロードとアップロードはなんか他からダウンロードしてきたのをなんかアドミンでアップロードするっていうのをなんか聞いた気がする。なんかカフェはなんかカフェテリアで話し合ってる時に出たゴミがカフェテリアに溜まってて、あ、そう。で、それをストレージに送って、だからさっきのアイテム屋さんのそのストレージ真っ先に右下行くのはそのゴミを送ってないからおかしいっていう。あ、ちゃんと設定あるの？あります。なんかウェポンで撃ってる時も右で実は放射台からロケットがポンポン撃ってる動きもあるんですよ。あ、そうなの？ビジュアルタスクをオンにするとね、シールドも光るよ。シールドもそうですよね、はい。あ、そうなの？シールドってあそこ何があるとこなんですか？いや、俺もよくわかんないもん。宇宙船の本当にシールドなの？シールドはそうですね。シールド、バリアーですね。あ、そうなんだ。点滅する宇宙船が。ちなみに、アドミンのダウンロードアップロードのアップロード先がミラ HQ。っていう違うマップに飛ばしてるっていう。あ、そこまで繋がってる。そう、未来 HQ のあの一番最初のリスポーン地点ですよね、確か。あのコミュニケーションとかのでまずあのダウンロードして情報を入れ、あの集めてアドミンから発信、他の HQ。タブレットに打って、タブレットが未来 HQ に。未来 HQ ってあれ、なんか空中に浮かんでる船なんですよ。あれ何なんでしたっけ、未来 HQ って。あそこって死ぬと多分確か落とされるはずだけど。ヘッドウォーターだから、なんか本部なんじゃないの、そういう。わかんないけど。宇宙要塞みたいな感じなのかな、わかんないけど。とりあえず宇宙に、空中に浮かんでますよね、地上のど。なんか地球の中の。宇宙空間っぽくないですよね。死ぬときに、だって地上。空中から地上に落とされるから。本当にだから、ウルトラマンガイアの、あの、宇宙、科学隊の基地みたいな、空中になんか浮かんでる。未来 HQ アップデートのやつ。ムービーにあった。いや、わかるよ、ウルトラマンガイアね。わかるわ。絶対わかってない。わかってないの。いや、もうめっちゃわかりますよ、ウルトラマンガイア。好きっすもん、めっちゃ見た。ちなみになんか、高田さん、コミュニケーション、はなんか直そうとして離れる。あ、俺はあのコミュニケーションの直し方が分かんなくて。ああ、めっちゃ分かる。いや、僕も直せないから、だから高田さんこれ分かんないんだろうなと思って。あれ下手くそだからコミュニケーション触んないことにしてるんだ。以前、闇よ、寺蔵さんに怒られたでしょ。私、怒られたと30本残り練習したんだ。いや、僕も前の時にコミュニケーションで寺蔵さんと見の会の時にカフェテリアでめっちゃ殺人事件起きた。寺田さんがコミュニケーションみんな練習しようって言って僕も居残りにしました。あ、寺田さん。僕もやってもう完璧になりました。でも今回コミュニケーションになりますって俺がコミュニケーション解除してたんだけど、あのリアクターに俺がいる時だけコミュニケーションめっちゃ長く続いてやっぱり俺がいないとダメだ。ちなみにそうコミュニケーション鳴らしまくってたんです、全部僕で。寺田さんが下に行ったら、あ、これ早くなるな。左行ったら、あ、これは直んないなみたいな感じで、寺蔵下行くな下行くなって思いながら鳴らせた。そうなのか。めちゃくちゃな、何回ぐらいな、6回ぐらい鳴らしたんじゃないか、トータルで。めっちゃ鳴った。なりましたね。ずっと言ってました。最近なんかコムズの妨害が多い気がするな。確かに流行ってる気がする。ああ、でも私インポストの時も押してますよ、よく。単純にアドミン見る人が多いからっていうので。私左でキルするとき強いですよね。カメラもアドミンも封じれるから、でベントも移動もバレないから。なるほどな。めちゃくちゃ強い。
し、あと直しに来ない人が多いから長く、うん、そうそう、それもある。長い間ボタンが要は押せないって話にもなる。そう、カジタルも見れないし、アドミンも見れないし。強いんだ。めちゃくちゃ強いですね、これ。生で死なないし、タスクはできるし、その油断をつけるから。で、直すのは難しいんで、放置しがち。あ、そう。で、放置して変なとこ行った人は結構殺し毒になるから、うん、強いっちゃ強い。孤立してるんですよね、その、直してる人と直してない人のがバラバラになって。全体をバラバラにできるっていう効果もあります。あ、言っちゃった、言わなきゃいけなかった。有益な情報だ。